中国湖南省調査市にある中国電信ビルで16日午後、火災が発生し、その勢いが凄まじくなりました。当局からはまだ死傷者の報告がなくても、ネットに投稿された映像によると、燃えているものが大量に落下した様子が映り、死傷者は出るのではないかと懸念されています。さらに、同ビルの消防整備の入札情報を暴露し、消防設備には隠された問題がある、と示す人もいます。 これに対する正式な回答はなされていません16日湖南省消防局の公式ウェーボーによると同日午後調査市府陽区東二貫路にある中国電信ビルで火災が発生しました黒い煙が上空まで立ち上がり勢いが凄まじくビルが炎に包まれていると言います 消防当局は17の消防署、36台の消防車、280人の消防隊員を現場に派遣し、午後5時近くになってようやく消火できました。中国版ウィキペディアと称されるバイドゥ百科によると、中国電信の全称が中国電信集団有限会社で、国営の大手通信会社です。2000年に完成した中国電信ビルは、高さ218メートル、18メートル。 地地上42階地下2階下建てのビルです中国市毎日経済新聞によると中通服サプライチェーン管理有限会社湖南支社の電子入札プラットフォームでは中国電信湖南支社は8月中旬中国電信ビルの消火メンテナンスに対する入札を募集していたといいます公開情報によると中通服は 中国電信グループの100%子会社で、サプライチェーンマネジメントサービスに従事しているとのことです。入札通知には、現在、中国電信ビルの消防設備が老化し、一部の設備の設定は、現在の国家基準と規範に適合しておらず、火災警報システムと煙避難システムは依然として、安全性に大きな問題があると記され、入札の推定総額は440万元以上とされました。 しかし、5日、同プラットフォームは、上記の入札が失敗したことを発表しました。これに関して、毎日経済新聞は、入札広告にある、中国電信湖南支社の担当者の携帯電話に、電話をかけてみたが、電話がつながらなかったと言います。